フランスレザンドリノートルダム寺院のステンドグラスフランスストラスブール大聖堂のステンドグラス簡潔な模様が多くなった近代のステンドグラスステンドグラスはエジ型の断面を持つ鉛のリムを用いて着色ガラスの小片を結合し絵や模様を表現したものガラスに金属酸化物を混入することで着色しているキリスト教の教会や西洋館の窓の装飾に多く用いられる 外部からの透過光で見るため、人の目に非常に美しく映る。装飾を否定するモダニズム建築前世の時期になると、あまり用いられなくなったが、今日では再び、ステンドグラスが見直され、公共建築、住宅、境界道などに採用されている。ガラス工芸として、ランプの傘などにも用いられる。404年に再建された。 イスタンブールの聖ソフィア寺院では着色されていない板ガラスを窓に用いていた。一方、500年前後に完成した同地区の寺院にはステンドグラスの跡が残っている。当時のガラスはフェニキア人から伝わった吹き竿製法を発展させたローマンガラスである。破片の形で残る最も古いステンドグラスはフランク王国のカール大帝の支配下にあったロルシュ。 修道院で見つかっている。修道院は764年創建だが、ステンドグラス自体は九世紀のものだと推定されている。ステンドグラスには、キリスト像が描かれていた。原型を止める最古のステンドグラスは、ドイツ南部バイエルン州に位置するアウクスブルク大聖堂に残る。ダニエルをはじめとする5人の預言者を描いた、ステンドグラスは12世紀初頭の作品だと、 考えられている。その後、ステンドグラスはフランスにおいて発展していく。12世紀頃になると、ロマネスク美術に続いて、ゴシック美術が北、フランスから起こり、建築技術の向上が見られた。肥料の発明により天井は高く壁は薄くなり、大きな窓が可能になった。ゴシック様式を採用した、教会堂の窓には彩色の施された、ステンドグラスが使用されるようになり、 境界道は光のあふれる空間となった。12世紀の代表的なステンドグラスはパリの南西9 0トルに位置するシャルトル大聖堂のものである。西正面と南北の入り口上部にあるプレートトリサリー形式のバラ窓など176ものステンドグラスを誇る。美しきガラス窓の聖母、バラのステンドグラスなど多数青と赤の色彩が特徴的である。 着色に使われた金属酸化物が不純物を含んでいること、ガラスの表面が平面ではないことから複雑で微妙な色彩を醸し出している。イングランドでは1220年から1472年にかけて建設されたヨーク大聖堂が最大級である。10万枚以上のガラス片を用いた200平方メートル近いステンドグラスが残る。ローマ帝国以後、 ガラスの製造は沈退していたが、ステンドグラスの交流とともに、ガラス製造にも革新が起こった。1291年に海軍国家となって繁栄し始めたベネツィアがムラーノにガラス工場を集積。ローマンガラスの質を高めた。今日でもベネツィアングラスとして知られている。ステンドグラスと並び、ガラス機の製造も盛んになっていった。 中世回帰を目指すアーツクラフツ運動と、その後のアール・ヌーボーの装飾では、ステンドグラスが好まれた。作家としては、クリストファー・ウォール等が知られ、モリス紹介の主力商品の一つは、ステンドグラスであった。名古屋市市政資料館、中央階段室のステンドグラス、長良川海をデザインした、ステンドグラスポピン東京都庭園美術館内の、照明日本では、 近代建築と共にステンドグラスの技法が伝えられた。素朴なものでは、長崎市にある大浦天主堂のステンドグラスがある。海外で製作された作品を輸入して取り付けることもあったが、明治時代後半から日本人もステンドグラスの技法を身につけ、次第に自前で作るようになった。日本の技術者にはドイツ系と米国系の2杯があった。 日本のステンドグラス政作の祖と言われる、宇野沢達夫は、東京職工学校在学中に、官庁集中計画のために、ドイツへ派遣される、留学生の一人に選ばれ、陰影の深いヨーロッパ系、ステンドグラスのデザインを学び、帰国後、宇野沢工房を開設して、日本最大規模とされる、国会議事堂や大阪府立中野島図書館など、多くのステンドグラスを手掛けた。 その弟子である木内慎太郎も多くのステンドグラスを制作し、その資料を残した。アメリカ系のステンドグラス作家である小川道は東京美術学校日本画家を卒業後海外、実業練習生として渡米し、ルイス・カム・フォート・ティファニーが考案した乳白色ガラスに見られる、米国の近代的、ステンドグラスを日本へ導入した。慶応義塾大学図書館の大ステンドグラスは、 和田英作の原画により、小川道が制作したものだが、太平洋戦争の戦災で失われて、現在は原画をもとに復元されている。大正時代以降は、洋風住宅の普及とともに流行し、一般の住宅にも使われるようになった。ハブチコースは、大阪カテドラル聖マリア大聖堂や、乙女峠マリア聖堂など西日本に、数多くの作品を残している。 公共建築物では、名古屋市市政資料館の中央階段室にステンドグラスがある。パネルの強度を高めるために、鉛線の前面をハンダで覆い接合する日本で独自に生み出された全面ハンダ技法を用いることがある。ありがとうございます。